よよんちゃニャックスです。今日はですね、前回のおまけのとこにあったこの健康診断の結果をね、発表したいと思います。もうね、50歳のニャックスですけど、2年間、ちょっとね、暴飲暴食の方をね、繰り返してきて、リクエストよりも一番多かったのが健康診断に行けと。今日はですね、この健康診断の心配してくださってるファンの方にね、伝えたいと思います。まずね、昭和46年3月20日、3月の20日生まれのね、男性でございます。1ヶ月ちょっとかかったんで、6月の頭ぐらいにね、健康診断の方行きました。何回か行ってるね、かりつけではないけど、10年ぶりぐらいにいいとこ行ってね、健康診断って言っても、細かいね、目の検査とかね、肺活量とかはやらないで、血圧と血を取ってね、検査するというものですね。身長の方、164.1cm、体重が 79.5kg、思ったよりも太ってないと。でもこの時よりね、かなり食べてるんでちょっと太ってるんですけどね、今81か2ぐらいかなって。腹回りは 103.0 で、 BMI が 29.5 の肥満なんで、血圧の方がね、98の65、これは標準ということですね。あとですね、この問題の血なんですけど、中性脂肪が 25.1mg で、 DHL コレステロールが 37mg と。で、DLA コレステロールの方はDLA コレステロールが197ということで、これも範囲外ということで、かなりね、血ですね、これ。血の方が、ドロドロしてるということですね。あと、肝機能の方が、AST が22。ALT が37、ガンマ GT の方が48、ガンマ GT の方は48ということで、これはね、ギリ、ニャックスね、2年間ぐらい、月1回ぐらい、ビール352本ぐらいしかね、飲んでないので、なんとか肝機能は大丈夫ということですね。血糖の方がヘモグロビン A1C というのが 5.1%、 これも大丈夫ということで、あとがその他になんかいろいろありますけど、この辺も大丈夫ということで、血がちょっとドロドロしてるのでね。で、この下の欄ね、この下の欄に書いてることね、これこれ実際に検査が終わって結果が出てから、ここの病院に行ってね、先生のね、問診じゃねえな、先生のとお話の方ね、していきました。その内容、早食いは食べ過ぎ肥満、早食いは食べ過ぎ肥満の原因になりますと。ミックスの早食いで大食いなんでね。あとね、一口30回以上を目標によく噛んでゆっくり食べましょうということで、でもね、1回も10回も10回ぐらいしか噛まないということでね、
喫煙は動脈硬化を促進させ、心血管、心血管とですね、睡眠時間が短いと生活習慣病を招きやすいということで、一日のリズムを作り十分な休養をとりましょう。よく噛めないことは食事のバランスが悪くなり肥満につながりますと。虫歯、歯周病等予防のため、歯医者に行って歯医者に行きましょうということですね。ちょっとね、奥歯の方がねちょっと痛い。運動の方はね、軽く汗をかく程度の運動は生活習慣病の予防および改善につながります。まずは歩くことから、例えば1000歩を約10分程度を始めてみましょう。食後にすぐ寝るのは内臓脂肪の蓄積と朝の食欲減少に減退につながり、夕食は寝る前2時間前までに済ませましょうと。1日3食なるべく決まった時間に食べるようにしましょうということで、先生からねアドバイスの方をいただきました。まあ実際会って話してみると苦類が多いということを言われまして、あと運動不足ということ、まあね、その50歳でね、2年前と比べると確かにちょっと前よりは食べれなくなったかなっていうのがあってね、体の方も太ってきてね、たまにニキビとかね、あっしまった、たまにこれはね、なんだか盆栽があるんやったっけなんですけど、ミヤックスのお母さんのお兄さん、つまり宮古のお母さんの方の家が盆栽の方やってまして、お母さんの法事で帰った時にちょっともらってきました。いろいろやりたいんですけどね、いろいろやりたいんですけどよくわからないということで、しかもこの1個だけこう伸びちゃってるの、これもね、パチパチするのもね、チョキチョキする音もいいかなと思ってね、ちょっともらってきたんですけど、まあ、水やりだけはやってる、水やりだけはしてるんですけど、なかなか手入れは全然できてないっていうことで、これもね、機会があれば盆栽の方もね、やっていきたいと思います。では。